現場の西山さん。はい、おはようございます。おはようございます。8月7日ですか？6日？6日ですか？6日。はい。火曜日。火曜日です。ラーメン西山の天気予報の時間です。はい。アリス。アリス。では空見ましょうか。はい。どんな感じですか？今日は曇りそうですね。はい、今日は曇りのち晴れのち曇りって感じですね。おお。最高気温34度、はい、最低気温が26度になってますね、はい、これ午前中は、まあ、9時ぐらいまでこれ曇りで、そこから晴れます、はい、で夕方3時から曇り、降水確率 40% になってますね、はい、だから暑いけど結構雲が あるから、まあなんかめちゃくちゃ暑いことはないと思いますね。はい。最近どうですか？最近どうですか？あ、そういえば柔道どうした？あ、団体戦は？団体戦は決勝でフランスに負けちゃいましたね。木村君の目からしてどんな感じですか？どう、まあフランスやっぱ強かったですね。さすが柔道部ですね、はい、あのルメールってやつ強いんでしょ。あ、リネール、リネールって言うんですかね。強いですね。やっぱあれやっぱずっと出てくるからって感じですよね。はい、でも35歳ぐらいなんで。あ、35歳なんですか。はい、あとルーレットもあれ良くないですもんね。なんかピピピピピピってあれはちょっとおかしかったかもしれないですね。なんかじゃんけんとか、はい、くじ引きとか、なんかコインとかやった方がなんか分かりやすいですよね。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいです。なんかそんな感じしますからね。はい、まあしょうがないですよね。しょうがないですね。あとはなんかないですか。まあそのぐらいですか ね、 すね。はい。サッカーもみんな負けたし、はい、もう見るもないですよね。なんかそうですね。マラソンもなんか強そうでもないですよね。はい、見るあんまり見るのないですね。アリス。はい、アリス。